第一問、これはもう分かると思う、分かると思います。日本人ならね、誰しも分かるものいきます。はい、はい、分かりません。信長だな。正解、ね、信長さんね。信長です。そうです。これは分かる。これは織田信長さんですね。はい、戦国時代の三英傑ね。これはかなり有名で、はい、すごい有名です、うん、第2問はこちらです。知らないな。知らないですか。知らないね。ヒントは？やっぱ名前を言えば思い出すの。あれ肖像画だけじゃわからない。ヒント出しますね。小田原征伐で戦略した方ですね。忍城とかを、水攻めした方で、あとはそうですね、豊臣秀吉の家臣。いや知らん。知らん。言いますね。石田三成さん。知らん知らん。知らない。知らない。第3問こちらです。はい。あのさ、知らないってこんなの。知らない。誰？ヒント出すね。新選組。新選組知らないね。ちょっと。あの幕末時代に活躍した方で、はい、答えは沖田総司です。わかるだろ、はい、研究施設で恐竜が掘り出した模様です。壊れてる。Thank you.
Ha 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 ha.